エビカツエビカツとは、エビのミンチを具とした、日本のカツレツ料理である。エビのカツレツと呼ばれることもある。エビカツは、エビの実を粗めにすりつぶしたものを寄せ固めて形作り、小麦粉とパン粉の衣をつけて、食用油で揚げ焼きしたものである。エビフライが、エビの種類によってその大きさが決まってしまうところを、エビカツでは、エビの大きさに影響されず、バナメエビなど、いわゆる、 小エビと呼ばれる小型品種のエビでも使用できる点が利点ともなる。ただし、店によっては、エビフライをエビカツと称して供している場合もあり、トンカツ店でもエビカツを供するところがある。ミンチ状態なので大きさが自由であり、また、日本人好みの味ということもあって、ハンバーガーチェーンにおいて2000年頃から定番メニューとしてこれらを挟んだ。 エビカツバーガーが販売されるようになってきている。これは安価で日本人の味覚にも合う海外輸入エビの調達ルートが確立されるようになったことも影響している。海外では中国地元資本のファストフードチェーンでも単品またはバーガーとして提供する例がある。大正時代までにカツレツやエビ新庄を応用して考案された料理で1913年の 食道落俗変夏の巻に、エビの活ツの名で、1931年の、料理する人のためにには、伊勢エビのコロッケの名で作り方が紹介されている。村井玄祭、食道落俗変夏の巻、P237、1913年、放置者、前田弁之助、料理する人のために、P682、1931年、京都、 日本婦人活動講習会、ありがとうございます。